株式会社田崎は兵庫県神戸市中央区に本社を置く宝石を加工、販売する企業。東京銀座に田崎銀座本店がある。1954年創業。会社設立は1959年。国内で真珠の生産及び加工販売を行っている企業としてはトップクラスの実力があり、日本真珠振興会が主催する全国真珠品評会では、 賞賞を7度受賞している。1990年代にデビアスグループからダイヤモンド原石を購入する権利を取得してダイヤモンド事業に参入した。かつてはアコヤ亭など飲食事業、多崎輸入サービスにおいて観光バス事業も行っていた。1994年、ダイヤモンドトレーディングカンパニーで日本で唯一となる DTC サイトホルダーの資格を 取得し、デビアスからダイヤ原石を直接購入する権利を獲得した。2007年12月、筆頭株主のサハダイヤモンドから、サハの取締役を田崎魔獣の役員に選任する予定案があったものの、これに反対する意見を表明した。2010年1月、英文社名を田崎真珠 CEO リミテッドから田崎 &CEO リミテッドに変更。 2012年2月1日、田崎に称号を変更した。2012年11月16日、MARK スタイラーの販売商品が自社製品、バランスに類似しているとして提訴。2013年3月、MARK スタイラーと和解。2015年、高級腕時計、タイムピースズの発売を開始。スイス独立時計士アカデミーに所属する。 朝岡はじめが制作したトゥールビヨン腕時計、オデッサトゥールビヨンなど、2017年 MBO を実施。MBK パートナーズ参加の株式会社スターダストが、同年5月18日に議決権、所有割合ベースで83.77%の株式を取得した。同年8月1日付で株式会社スターダストにより吸収合併され同社が株式会社田崎に、 称号変更、旧法人は同年7月27日付で上場廃止となった。株式会社スターダスト以外の株主には現金対価が交付された。ありがとうございます。